どうもスキンヘッドカメラのバンバジクです。はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。さあ、前もちょっとね告知したんですけども、ついに、9月23日24日、ウマ娘プリティダービー万栄十勝コラボイベントが開催されます。これすごいですよ。あの先着でですね、オリジナルうちわが当たったり、ポップアップストアがあったりだとか、あとはオリジナルドリンクを販売したりとかする。そして声優さんのトークショー、盛りだくさんでございますから、ね、いやすごいだろうね、盛り上がって。いやすごいんじゃない。これでもスキンヘッドカメラいたらもっと来場者数がすごかったじゃない多分。そうねえ、これねプラス何人かそうねえ、そうやる気すぎて止めたみたいなのあるのかな、帯広系は。女性やっぱりね、さらにスキンヘッドカメラを乗せると、そうそうそう、来すぎちゃうんでちょっと入らないよ今回はお願いします。意識が高いですね。素晴らしいと思います。楽しんでください。楽しんでください。これ絶対楽しいですからね。はい。というわけで、今回予想するのは9月23日のメインレース、デイリースポーツ杯でございます。今回の僕の運命は9番の占領ボスです。はい。この馬やっぱりね、非常に、筋層安定感ありますし、障害も非常に上手だということで、ただちょっと、勝ちきれない部分も多いのかなということで、馬単マルチで買ってみたいと思います。9から30、あとワイドのボックス3590、各200円の計2000円で勝負です。僕は3番のオールラウンダーにしました。トップハンドですけどもね、はい、オープン経験もありますし、困った時のスーツショッキーさんでした。勝ちまくってますからね。はい、これで勝負したいと思います。また来週お会いしましょう。さよなら。